噛み合ったいい勝ち方をしたヤクルトですが、ここでセンターリーグを見せます。3回にジョーの犠牲フライで1点を取ったヤクルト。今日の伊藤はストレート、そして変化球のキレが抜群でした。落合に3つのフォアボールを与えますが、5番の大砲を3打席連続三振に仕留めるなど完全に完封ペースです。そして1対0で迎えた9回、プロ初完封目前の伊藤でしたが、川又、そしてこの落合に連続フォアボール。ノーアウト1塁2塁としたところで無念の降板。4日の中日戦に続いてまたもあと一歩のところで完封を逃します。中日はこの後ワンアウト満塁と絶好の逆転機を迎えますが、しかしヤクルト山田の前に前原、続く中村が連続三振に倒れゲームセット。ヤクルトは完封リレーで連勝です。勝率5割まであと1つとしました。